先、割れスプーン先割れスプーンはスプーンの一種である。材質は金属製のものなほか、コンビニなどではプラスチック製のものも見受けられる。いわゆるスポークいわゆる先割れスプーン名前の由来であり、最大の特徴として先端が三つまたに割れており、スプーンでありながらフォークとしても使用できるいわゆるスポークと先端部に溝と穴とがうがたれ、 特に果物の種を取り出しやすいことから、メロンやスイカを食べる際に使われる、先、割れスプーンが存在する。スポークは、麻痺などにより箸が使えない人には、指先の力がなくても料理をすくったり引っ掛けたり、突き刺して、口に運べる便利な食器であることから、介護用品としても利用されている。また箸文化に不慣れなものが、ラーメンなど箸を使うことを前提とした。 麺料理を食べる際にも便利である。少々不器用に扱っても食事しやすいことから、幼児用食器としても利用される。フォーク状になっている先、割れスプーンは日本では比較的後になって登場したものである。日本国内での初期の学校給食では、突き刺して食べることと、すくって食べるという二通りに使えるという利便性を買われ、1950年代頃より先端部が、 M 字情になっている、先、割れスプーンが用いられた。1990年代からは実用的なスポークが一般的となった。こちらは幼児や児童向けの食事風景やコンビニエンスストアの弁当、また介護の場でも利用されている。元来、先、割れスプーンは中世に使われていた。ただし、当時は先、割れスプーンとは呼ばれておらず、また、 今日使われる先、割れスプーンとは外見も非常に異なっていた。むしろ単にスプーンとフォークを奇妙に組み合わせたどっちつかずの食器で一般に濃いスープの時に使われた。この先、割れスプーンは中世時代では非常に人気がなく後のビクトリア時代まで一般的に使われることはなかった。先、割れスプーンは少なくとも1800年代後期から 大量生産された。イギリスのフォルゲート銀器会社は1875年から1900年の間のどこかで量産を行っている。米国ではこの時期に先、割れスプーンとその原型のための種々の特許が申請された。近代的な先、割れスプーンにかなり似ているスプーンとフォークとナイフを結合したものがピーター・ s ガルッチによって発明され、 1874年2月に合衆国特許147,119号を取得した。プラスチックから作られている近代的な使い捨ての先、割れスプーンは1970年代初期のある時点でファーストフードチェーンの KFC で人気サイドメニューであるコールスローのために導入したと信じられている。先、割れスプーンは 大衆の勘弁な食事のために開発されたようなものであり、どっちつかずの愛の古食器とみなされる傾向がある。正式にテーブルマナーが問われるような場で使われることはない。学校給食の場で先、バレスプーンが人殺さかに用いられたが、今では箸の使い方を知らない子供が増えたことの原因とされ、廃止されつつある。一方、九百七十年代から普及した、 ランチプレートと呼ばれる総合食器の登場以降、逆にランチプレートに顔を近づけて食べるという犬食いと呼ばれる食べ方を発生させる要因ともなった。器を置いたままで食べる洋食のスタイルとは異なり、日本では食器を口元に持って行って食べるという和食習慣を持つため、この食べ方派ともすれば見苦しいとされる。これは、 先、割れスプーンが汁物を食べるのには向かないという問題もあってのことである。こと当時の先割れスプーン先端部が料理を絡めたり突き刺して食べるという方法に向かない形状であることも問題視された。先、割れスプーンの起源と先、割れスプーンという単語についての多くの最もらしい虚偽の噂が存在する。先割れスプーン FAQ として流布される噂によれば、先、 ワレスプーンは1940年代に敗戦後の日本を西洋化するべくマッカーサー元帥と米軍によって発明され GHQ の命により先ワレスプーンが占領下日本の公的教育機関に導入されたのだというこの噂は都市伝説のすべての特徴を持っている占領下の日本についての理論を述べた実質的にほとんどすべての文書が ダグラス・マッカーサー原水の名前の綴りをマッカーサーと間違っているので、これらすべてが共通の起源を持っている可能性が高い。さらに、1926年から1980年代まで実際に用いられた、米陸軍 m 1 9 2 6形態用、食器セットはナイフ、フォークとスプーンを別々に含んでいた。なお、日本では先、 割れスプーンが第二次世界大戦の後の1940年代に広く知られるようになったので、先割れスプーン FAQ はわずかながら真実を含んでいる。スプレード、そしてもう一人のマッカーサー1940年代にオーストラリア国シドニーでスプーンとフォークとナイフを掛け合わせた食器が発明された。スプレードという商標でナイフとしても機能するようスプーンの両脇が薄く、 肩が鋭角に尖っているのが特徴。この発明者がウィリアム・マッカーサーである。今日なお、オーストラリアのカンバーインダストリー社より購入できる。ストレートドープでは、1970年8月11日に、スプーン、フォーク及びナイフの合体に対して、米国特許商標庁からマサチューセッツ州クリントンのバンブロード製粉会社に特許が降りたと書かれている。この場合、 この日に特許が降りたのではなく、この会社の名前で商標の出願が出されたとするのが正しい。インターネットの噂によると、先、ワレスプーンは第二次世界大戦の終わり頃、資源不足の折に独創的な名もないドイツの科学者が発明したとされている。この都市伝説の妥当性を検証する記録は存在しない。ただし、先、ワレスプームという単語の発生と、 その器具そのものは戦争より先行しており、この噂は明らかに間違っている。先、ワレスプーンは1800年代後期まで特許を取られなかったにもかかわらず、中世の時代に存在したとも言われる。手で作るのがかなり容易だったために、小坂実りの間で広範囲に用いられていたとする噂が存在する。先、ワレスプーンはプラスチックや金属。 あるいは木で作られる。プラスチックの先、割れスプーンはしばしば使い捨てで、金属と木の先、割れスプーンは洗って何度も利用することを意図している。木の先、割れスプーンでも大きなものは、家庭の食卓で、サラダやマッシュポテトなど案に盛られた料理を、各々の,のの皿に取り分ける際に、トングと共に使われる場合もある。ステンレスコー、銀、軽量のアルミニウム、 そして非常に軽量だが高価なチタンのような金属、並びにプラスチック、壊らないポリカーボネートが咲き、割れスプーンの製造で使われる。一層飾り立てられた種類のものが、しばしばアイスクリームフォークとして売られている。金属の咲き、割れスプーンは、時々グレープフルーツスプーンと呼ばれて、グレープフルーツを食べる時に使われる。グレープフルーツの消費拡大は、 このすくって突き刺すコンビネーションの器具によるところ、大である。円の一部に、ノコギリ状のエッジをつけられたスプーンを、特に、クレープフルーツスプーンと呼ぶ人もいる。プラスチック製で、使い捨ての先、割れスプーンは、エルポヨ、ロコ、ヤム、ブランドフランチャイズ、ケンタッキーフライドチキンや、タコベルのような、多くのファーストフードレストランで使われる。 またコンビニエンスストアの弁当にも付属する場合がある。また多くのその他のレストラン、学校食堂でも見られる。先、割れスプーンは消費者向けでも購入可能であり、ピクニックのような行事でしばしば見られる。プラスチックの先、割れスプーンは武器に加工するのが難しいため、米国で刑務所でも普及している。先、割れスプーンの特に軽いタイプのものはホークと、 スプーンより場所を取らずより軽いためにバックパッカーの間で人気が高い。コトチタンのものはアウトドア用品の店で折りたたみ式など登山などの荷物の軽量化を目指した製品が見られる。ペストリーホークは片手で切ってかつ突き刺すためにフォークとナイフを結合したものであり、先、割れス,スプーンに似た衣装を持っている。ガキヤ店舗では1978年から先、割れスプーンに似た。 ラーメンフォークを導入している。インターネットスラングの範疇であるが、米国などの電子掲示板上で、仲間の投稿者が先割れスプーンで刺されたりあるいは攻撃されたと発表するという、由緒がある伝統がある。これは、ふざけて先割れスプーンで誰かを突き刺すという意味の動詞数、スポークを生み出した。ミリタリーメスキットスプレード公式ウェブサイトなぜ、スガキや ラーメンフォークが生まれたのか、プレジデントオンライン、2017年5月1日、ホーキー、ディズニー、2020年12月4日閲覧。ありがとうございます。